チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、ロシアから日本企業撤退、資産接収その狙いは、韓国新大統領、ギョルギョルと呼ばせて、についてです。パパもママもワクチン接種3回目を終えました。マリナは来週末です。できれば打ちたくありません。注射が嫌いなマリナです。先日、日本企業も対象、ロシアが撤退企業の工場を国有化、というニュースを見ました。ロシアによるウクライナ侵略で、西側諸国の企業の撤退が相次いでいます。さて、ロシアにはどれだけの西側諸国の撤退企業があるのでしょうか。まずは、フォルクスワーゲン、BMW、トヨタがその対象になるのでしょうね。また、日本のカジュアル衣料品店、ユニクロを展開するファーストリテイリングは10日、ロシア国内全50店舗の営業を一時的に休止すると発表しました。3日前には、営業を継続すると強気で言っていましたが、ロシアのウクライナ侵攻への反発から、海外のアパレル大手が相次いで撤収している中で、注目されていたのですが、やはり諦めましたね。ロシアが撤退企業の工場を国有化というのは、ロシアの資産接収措置のことで、ロシアの経済発展省が検討している草案で、ウクライナへの軍事侵攻後、ロシアからの撤退などを発表した外国企業を、ロシアの裁判所を通じて、ロシアの管理下において、設備や資産などを接収、差し押さえしようとするものです。例えば、飲食店では、建物、調理器具などがロシアのものになる。そうした接収した建物などの資産を、新しいロシア人オーナーに売却して、事業を継続させようとするのだそうです。ロシア、気でも狂ったのでしょうか。そんなの接収しても、部品などの材料が入ってこないため、ロシア側が運用できるとでも、本気で思っているのでしょうか。ますます孤立するだけではないでしょうか。すべてロシアがウクライナに起こした侵略なのに、撤退企業に対して制裁ですよ。愚かな極みです。まさか、マクドナルドとスターバックスも国有化するおつもりですか。まあ、それはそれで、やってみてください。一体何を出されるやら。マリナが気になる金融関係なのですが、世界の金融会社はどうなっているのでしょうか。西側諸国の強力な金融制裁によって、ロシアはデフォルトに近づいています。米国最大の投資銀行である JP モルガンは、すべての債券指数から、ロシアを除外することにしたとの情報です。ブルームバーグが7日に伝えたところによると、JP モルガンは31日から、JP モルガン、エマージングマーケット、ボンドインデックス、EMBI、コーポレートエマージングマーケット、ボンドインデックス、CEMBI、ガバメントボンドインデックス、エマージングマーケット、GBIEM、からロシアの債券を外しました。ロシアのウクライナ侵攻を支援したベラルーシは、ESG、環境、社会、ガバナンス指数からも除外されました。ロシアが JP モルガンの債券指数から除外されれば、この指数に追従する上場指数ファンド、ETF など各種商品の、ロシア債券買い入れが、中断されることになります。JP モルガンがそれだけ、ロシアに対する投資リスクが大きくなったと評価したのです。今後のロシアの金融引き締めが強くなれば、プーチン政権の身動きが取ることができなくなるでしょう。それがロシアの息の根を止める最善だとマリナは思います。追記、ロシア、ウクライナ軍と戦う命がけのただ働きボランティアを募集したそうです。ダメじゃん。今後も注視していきます。さて、お隣の国の政権が変わりました。韓国大統領選で、政治経験が全くない、保守系最大野党、国民の力、の、ユンソギョル前検事総長が第20代大統領に選ばれました。さて、ユンソギョル氏は一体どんな人物なのでしょうか。ラブリー日本では、ユンソギョル氏を親しみを込めて、これからは、ギョルギョル、と呼ばせていただきます。本日は、
ギョルギョルの経歴を真面目にお伝えします。1960年12月18日、ソウルで、両親との大学教授の名家に生まれた、長男。父親は四世大学名誉教授、ユン・キジュー氏は経済学者で、一橋大に留学し、同大の客員教授を務めたこともある。ユン・ソギョル大統領は、ソウル大学法学部卒。兵役は両目の視力の差が大きく、免除されています。司法試験は9回挑戦し、91年に合格。94年、検事になりました。99年、警察幹部を贈収賄容疑で捜査して以来、政財界の不正に取り組んできました。13年には情報機関が選挙に介入した事件を積極的に捜査し、政権や検察上層部から圧力があったとのことですが、それを乗り越えてきました。しかし、停職1ヶ月の処分を受け、地方に左遷されてしまったのです。この時の、人には忠誠を尽くしていない、という言葉が有名になり、権力に媚びない、検事として知られるようになりました。16年、保守のパク・クネ前大統領と、その親友、財界が癒着し、国政に介入した事件が起きると、特別検察官の捜査チームに招かれて復活。逮捕されたパク前大統領の捜査を主導しました。17年に革新のムンジェイン大統領から、ソウル中央地検庁に任命されると、イ・ミョンバク元大統領も収賄などの容疑で逮捕。19年には検事総長に任命されましたが、検察改革を掲げたムン大統領の側近を、めぐる疑惑を徹底追及しました。検事総長は法相の部下ではない、などと発言し、ムン政権と対立しました。大統領選出馬への待望論が出る中、昨年3月に、正義と常識が崩れるのをこれ以上、見ていられない、として辞職。6月に、公正と常識、を掲げて出馬を表明し、7月に野党、国民の力に入党。11月に公認候補になりました。政治経験は全くありませんが、補閣僚政権に鋭く切り込んできた実績もあって、支持を広げました。選挙戦は大接戦で、若者ら、無党派層の動向が焦点の一つでもあったそうです。人となりは、ユン氏は堅物のようなイメージを変えようと、動画を配信したり、バラエティ番組に出演して趣味の料理の腕前を披露、キムチチゲなどを作ったこともあるという、酒豪としても知られている。なんか、面白みがない真面目な方なんでしょうね。家族は、51歳だった12年に結婚した、12年下の妻、キム・ゴンヒさん。選挙期間中には、夫人にスキャンダルが浮上し、キンさんは経歴詐称疑惑などが相次ぎ、会見を開いて認め、謝罪しました。夫妻は犬と猫を数匹ずつ飼っているのだそうですが、もうそんな情報は、いりませんよね。さて、日本との関係は、選挙戦では、悪化した日本との関係改善に、意欲を表明しています。10日の会見でも、日本と、未来に向けて協力する、と表明。歴史問題など懸案解決のため、膝を突き合わせる必要がある、などと語っています。まあ、これについては、昨日の動画でマリナの思いをお伝えしていますので、ご覧ください。ユン・ソギョル大統領をインプットしました。まずは最初なので、真面目にお伝えしました。今後、どんなことをやらかすかを見極めていきます。ギョルギョル大統領、なんかやってくれそうですね。期待します。ところで、やはりドルウォンは裏切らない。1ドル1238ウォン。祭りだ、祭りだ。1274年、武英の駅、現行1回目、蒙古襲来、が見えてきましたね。やるな、韓国。ロシア侵攻をニュースで見ていて、一番に思うことは、ああ、ジェームズ・ボンドはいないんだな、ってこと。この間の作品で死んじゃったしね。ミッションインポッシブルの、イーサン・ハントもいないんだな。世界を救うヒーローはいないんだな。そう言いながら今週末は映画、ザ・バットマン、を見に行く予定のマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを。
楽しみにしています。チャンネル登録お願いします。メンバーシップマリナ支援お願いします。